大谷翔平35号ホームラン、大逆転呼び込む起死回生弾に、エグン期待の星が本音爆発。エンゼルスの大谷翔平選手が17日、日本時間18日、本拠地でのヤンキース戦に2番 DH で先発出場。7回に3試合連続となる35号同点ツーランホームランを放ちました。打球がスタンドインすることを確信した大谷選手は、豪快すぎるバットフリップを披露。そんな起死回生の同点弾にチームも活気づき、延長10回にサヨナラ勝利、4対3でヤンキースを下しています。この日はエンゼルス、グリフィン・キャニングとヤンキース、ルイス・セベリーノの両先発が好投し、5回まで0更新。6回に2アウト満塁のピンチで2番手ハーゲットが、ヤンキースのカブレラに走者2人を返すヒットを許し、2点のリードを奪われました。エンゼルスは6回にマット・タイスの5号ソロで追撃すると、7回、2アウト1塁から大谷選手がヤンキース2番手マイケル・キングの投じた直球をセンターに運ぶ。3試合連続の35号ツーランで試合を振り出しに戻します。打球速度 106.5 マイル、約171キロの一発でよみがえったチームは、延長10回2アウト2塁で代打マイケル・ステファニックがサヨナラ打を放って逆転勝ち。ステファニック選手は昨年メジャーデビューし、マイナーでは60試合を超える連続出塁記録を残し、後半戦に再昇格を果たした期待の新星。大谷が憧れの存在と話す27歳はインタビューで本音を語りました。まず35号ホームランについて、とてつもなく大きかった、あそこで彼に勝負を選択したことに驚いたねと、大谷選手と勝負を選択したヤンキースバッテリーに驚いた様子。さらに、彼は本当に素晴らしいスイングをした、ボールは遠くへ飛んでいき、翔平は翔平らしいことをやってのけた、信じられないようなスイングでゲームを振り出しに戻したんだと、同点ツーランを振り返りました。アーチを放った後、珍しく大谷選手がバットを高く放り投げていたシーンへ、見てないんだ、ボールが岩を越えるのを見ていた、ビデオを見てみないとわからないけど、10点満点中10点だということは間違いないと思うよと語り、ネビン監督と話していたんだ、彼がどうやってあれをやっているかわからないってと驚きを口にしています。前日は7対3とリードした状態からアストロズにまさかの逆転負け。ステファニックは、毎日接戦でストレスがたまる試合だった、勝利することができて本当に素晴らしい気持ちだよと喜びました。本日の試合にネット上のファンは、大谷さんの3試合連続が見れて本当に幸せ、勝ちにもつながってるし最高な気分、大谷もすごいけどキャベジやステファニックなど新人もすごい頑張ってる、サイクル未遂に慣れてきてしまったの私だけ、そろそろ達成してほしいな、このようなコメントが集まっていました。そんなエンゼルスの勝利に対して、ネビン監督はインタビューで次のように語っています。翔平は勝ちたいと思っているんだ。試合後、ネビン監督は大谷選手が35号を放って感情をあらわにしたことに対し、次のように語っています。今までフィールドで見た中で最も感情があふれていた、すごかった、信じられないようなディテールだった、スーパースターはいつでもそうだ、ああいう瞬間にステップアップしていく、彼が我々にとって、リーグ全体にとって、世界中の野球界にとってどういう存在であるかがよくわかる、我々のクラブハウスに何をもたらすかを理解しなければならない、無駄にならなくてよかった、ハードなスイングだったと称賛。また第5打席で空振り三振を喫した後、背中を気にする仕草をしていたことについては、彼はスイングが速い、大丈夫だと問題なしを強調しました。大谷選手が同点ツーランを放った際にバットを放り投げて喜んだことに、彼はたまにバットフリップするね、つまりそれは単なる側面だ、我々は毎日彼の違った側面や内面を見る、テレビでは彼の性格や全てを知ることはできない、彼がやることは全て勝つため、世界最高の選手になるために計算されていると話し、この2週間彼にとってはフラストレーションがたまるばかりだった、それが現れている、彼は勝ちたいと思っていると気持ちの表れだったと代弁。我々には2人のスーパースターがいる、2人とも同じ気持ちなんだ、トラウトが戻ってくれば我々が望んでいたことの全てが目の前に揃うことになる、そして彼はその大きな部分を担っていると話しています。
このインタビューにネット上のファンは、大谷さんが勝ちたいなんてことは誰もが分かっていること、勝ちたいと思っている選手たちを勝たせなきゃいけないのはあなたの仕事です。彼が孤軍奮闘してるのに怪我人が多いとはいえ、まともな働きをしていない選手やコーチが多すぎる。特に投手陣、特に中継ぎ陣、セーフティーリードしても勝ちが想像できない。なんだかんだやらかして勝ち越されて負けになる。大谷とこれからも一緒に野球をしたいのなら真剣に考えてください。トレード期限って意味では、勝てば勝つほどトレード話は消えていく。単に応援すればいいのか、トレードを消さないために負けを願うのか、ファンは複雑だよね。エンゼルスがプレーオフに行けるだけの力量があるかと言われれば、はっきり言って厳しい。と不満爆発の様子でした。インタビューでも出ていた。9回先頭の5打席目、サワン・ラミレスの前に3球で空振り三振した際に、背中を気にするような仕草を見せながらベンチに戻ったことについて、心配の声が多く上がっていましたが、ネビン監督は、背中は大丈夫だ。強くバットを振った時に、そういう表情をすることがある。彼は勝利することをケアしている。勝利するために、何でも計算するベストプレイヤー。他のみんなも勝ちたいと思っているが、彼を見ればわかるだろう。彼は勝ちたい。彼のようなスーパースターがそうあることは、いいことだと、大事には至っていないことを繰り返し強調しています。休養日もほとんどなくフルで出場を続ける大谷選手ですから、ヒヤッとしないファンはいなかったはず。大丈夫、大丈夫と軽く言わず、しっかりとケアしてほしいものですね。さらに、エンゼルスに欠かせない存在となったザック・ネト選手が見せたヒヤッとするプレーに関しても、エンゼルスの首脳陣には不満の声が多く上がっています。エンゼルス首脳陣にファンの激怒が止まらない。今日の試合、3回の第2打席で2塁打を放ったネト選手が敵捕手と本塁上で交錯し、悶絶するシーンがありました。両チーム無得点のワンアウト1塁という場面、相手先発セベリーノ選手と対峙した大谷選手は、外角高めのチェンジアップを捉えると、これが左中間を破る2塁打に。しかし、ここで本塁を狙った1塁走者のネト選手は、悠々タッチアウト。ヘッドスライディングの際に捕手ホゼ・トレビーノと衝突し、顔面を強く打ちつけてしまったのです。これを受け、米メディア、ジ・アスレチックでエンジェルス版を務めるサム・ブラム記者は、自身のツイッターを更新。ビル・ヘイセルマン三塁コーチの判断が良くない。ネトは余裕でアウトだ。しかも、まだワンアウトという場面だった。と厳しく指摘し、ネトはこのプレーで顔面を打ちつけたようで、トレーナーが出てきた、と状況を伝えています。また、地元紙、ロサンゼルスタイムズのサラ・バレンズエラ記者は、しばらくその場にうずくまったネト選手の様子について、大丈夫そうに見えなかった、と心配のツイート。彼は顔面からトレビーノにぶつかり、トレビーノはすぐにエンジェルスのアスレティックトレーナーを呼んだ。ネトは立ち上がり、トレーナーと共に足早に立ち去った、とつぶやきました。この一件に対してネット上のファンは、ネトが三塁を蹴る前にレフトからのボールが正確に中継されているのが、コーチの場所から見えているはず。タイミング的にも余裕でアウト。中継した内野手がホームに投げた瞬間、まだネトは本塁から数メートル前にいた。コーチは集中してないからこういうミスを犯す。結局首脳陣の判断ミスや適当な部分があるから、選手が安定したプレーができず、故障者が続出している。エンゼルスの弱さは、これが全ての答え。素人の自分でも、2、3塁になるな、と思っていたら、なぜかホームに突撃していた。こういうのが一番見ててストレスだし、せっかく打った大谷がかわいそう。と、批判が続出する事態となっています。首脳陣への不満が止まらないエンゼルス。しかし、一方のヤンキースファンも、本日の試合で東地区最下位に転落したことを受け大炎上。大谷を歩かせるサインは出さなかった。もしも、エスコバーが一塁から進塁し、カウントがビハインドだったら、話は別だった、と、大谷選手への勝負を避けなかった首脳陣に対し、いいかい、基本的に大谷にはストライクゾーン内へ何も投げちゃいけないんだ。じゃないと、彼は1000ヤードもボールをかっ飛ばすよ。彼は正気じゃないし、特別な才能があるんだ。とても恥ずかしい。何が間違っていたかにも気づいていない。クビにすべきだ。相手が誰なのかを分かって言っているのか。と非難殺到。この3連戦は、
首脳陣の不手際が目立ち、故障者が続出しているチーム同士という何とも皮肉めいたカードになっていますが、エンゼルスとしては東地区最下位のチームになんとか連勝を重ね、プレーオフに望みをつなぎたいですよね。いかがだったでしょうか。明日も大谷選手の4戦連続弾に期待しつつ、エンゼルスの勝利を願いたいと思います。本日の試合について皆様の感想をコメント欄にお寄せください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。